私たちスピアゲーム、スピアです。水平思考クイズゲーム、ウミガメのスープ。おかしいのかな。え、それも引っ掛けだったらどうしよう。そのオーディションはフリースタイルダンジョンですか。スピアのフォーカラーズラボ。こんにちは、ことぶきみなこです。中野圭妃です。戸松遥香です。豊崎あきです。私たちスピアゲーム、スピアです。イエーイ。何何、本日はこちら、水平思考クイズゲーム、ウミガメのスープ。こちらはですね、質問を繰り出すたびに少しずつ真実が明らかになる謎解き推理ゲームでございます。出題者が読み上げる不可解な物語の真相を、はい、いいえ、関係ありませんの、いずれかで答えられる質問を繰り返しながら解き明かしていきます。固定概念にとらわれないひらめき力で、真相に迫る鋭い質問ができるかが我々謎解き成功の鍵となっております。こちらはですね、みんなで協力して正解を導いていくゲームです。協調性を持って協調性でですね、今日もですね、そうやってちょっと答えてくれる、導いてくれる人がいますので、ご紹介していきましょう。もちろんこの人です。ピンポーン。はい、そうですね、MC が本日も私たちをイヤホンを接して導いてくれますので、行きたいと思います。じゃあ皆さん準備よろしいですか。オッケー。新作映画のヒロイン役に抜擢された涼子さんが現場に向かうと、そこにはカメラもセットもなかった。しかし彼女は満足した。一体なぜ。3分でお答えください。ちょっと2個も戸惑ってるじゃないねえ、なんか急に、いや、さっきまでおとなしかったのに、なんかね、M ってやったらね、大反応した。そこから2個の謎のスイッチがされた。何？じゃあこれ3分スタートしてるの？3分スタートしてる。どうしよう。始まってる。質問してこ。え？はい。涼子。はい。はい。ことぶきです。涼子さんは現場に行ったんですか？行ったんだ、本当に。え？え？はい。あ、涼子さんは女優ですか？悩んでる、めっちゃ悩んでる、答えづらいです、はい、答えづらい。現場とは撮影現場ではなくて医療現場とかですか。違うんだ、別現場。はい。新作映画の内容に関係がありますか。ある。ある、はい、涼子さんは自撮りしますか。おお、はい、盛大な涼子へのドッキリですか。違うか。気の毒なヒロインだもんね。気の毒なって何だ。あ、そうだった。気の毒なヒロイン。タイトルは引っ掛けが多いそうなので、あんまり気にしない方がいいということですね。彼女は満足した。なんで満足。なんで満足。満足じゃん。涼子さんはヒロイン役に興味がありますか。はい。涼子さんはド M ですか。はい。涼子さんは生きてますか。怖い怖い怖い。涼子さんは人間ですか。選抜された。この問題の中にダジャレは関係ありますか。ダジャレなんてあるの。はい。よく答えダジャレだったのはカメラとセットだけですか。カメラ。はい。はありませんです。スタッフさんはいましたか。はい。え、音声を収録するものはありますか。これ大きいんじゃない。え、あ、あ、え、はるちゃん言ってみて。え、はい、映
画は映画は動画ですか？カメラとはカメラとはムービーカメラのことですか？ああ、はい、それはアニメですか？ということは答えは涼子さんは声優さんだった？いやナイス質問をしてくれた。ナイスファインプレーだよ。本当だ。あ、だから私が女優ですかって聞いた時にちょっとどちらとも言えないみたいな答えもある。なるほどなるほど。なるほどね。答え、正式な答えは、はるかすごい、涼子さんがヒロインを演じる映画はアニメ映画だった。彼女はヒロインの声を演じる新人声優だっただそうです。なるほど。時間ギリギリだったそうです。ということで1問目なんと真実にたどり着きました。やったー。やったー。すごいこれ。続いてもう2問目に行ってみましょうかね。じゃあ、はるちゃん2問目読んでください。お願いします。モデルオーディションを受けに来た美佐子さん、ライバルたちを一目見て自分が誰よりもスタイルがいいことを確信するとそのまま審査を受けずに帰ってしまった。一体なぜ？これ6分です。え、長い。難しいんじゃない？難しいってこと？難しいのかな。え、それも引っ掛けだったらどうしよう。スタートしております。はい。はい、はい、あきちゃん、モデル雑誌のモデルですか？違う。あ、はい、はいはい、どうぞ。みなこ、みさこさんは人間ですか？人間なんだ。人間なんだ。はい。そのモデルオーディションは大手のオーディションですか？差し支えない、差し支えない、歯切れが、しかも雑誌じゃないのか。全然わかんない。質問も浮かばない。そうだね、浮かんでこない。スタイルがいい。自分が誰よりもスタイルがいい。はい。美佐子さんは顔に自信はありますか？関係ない。おー、はい。美佐子さんはパーツモデルですか？はい。うーん。ライバルはいっぱいいましたか？たくさんオーディション受けてた。たくさんオーディション受けて自分は誰よりもスタイルがいいことを確信。なんかスタイルがだけしか書いてないことが気になるんだよな。そのまま審査です。確信するとその審査です。はい。美佐子さんはお腹が空いていましたか？かわいい。かわいい質問。関係ありません。ご飯食べに行ったのか。そうもういいかなっつって、はい、お腹空いたわ。タイトルは自信のないモデルですが、美佐子さんは自信ありましたか？わかる自信。もともと来た時。あ。いい。あ。はい。そのオーディションは、スタイルが必要ない、スタイルが必要ないオーディションでしたか？なんて言ったらいいんだろう。次の人誰か言って。はい。考えよう。美佐子さんはロングヘアですか？はい。モーションキャプチャーのモデルのオーディションですか？でも帰ってしまった理由だもんね。なんで帰ってしまった？はい。そのスタイル、あ、オーディションはスタイルが関係のあるオーディションですか？ある。でもさ、なんかそのスタイルがスレンダーとかじゃないんじゃないの、もしかして。え、はいはいはい。そのオーディションはフリースタイルダンジョンですか？よスタイルだけにね。モデルでしょ。モデルさんだもんね。あ、モデルモデルなんだろう。そう、何のモデルなんだろう。はい。美佐子さんの職業はモデルですか？
じゃないですか。違うのかなってちょっと悩んでる MC が。美佐子さんは、はい、美佐子さんはフードファイターですか。おー、はい。帰った感情はマイナスですか。帰ったその理由、理由っていうかはマイナスの意味で帰りましたか。もういいみたいな、受けるのやめたみたいな。あ、やっぱそうだ、受からないと思ったけど。はい、そのオーディションはスタイルが悪い人ほど受かるということですか。うん、あー、そういうことか。うん、なるほど。はい、はい、あ、じゃあ、なんかダイエット企画のビフォーアフターのビフォア。モデルのビフォア、これから痩せる人たちが集まってたオーディションだった。おー、すごい、すごい、すごい、ファインフェイ、ナイスナイスナイス。そういうことか。なるほど。先にスタイルが良かったらダメだもんね。正解だったんですけど、一応こちらのゲームの答えは、美佐子さんが受けようとしていたのはダイエットサプリのモニターオーディションだった。自分のサプリの効果をアピールするには痩せすぎていると気づき諦めた。なるほど、やったいろんなモデルがあるもんね。なんかあれだね、先入観を捨てないとできないね。答えついてからだとすごいしっくりくるんだけどね。そうそう、なんかひらめきたい。みんながそれぞれやっぱり質問を投げていくことで探って探って光が見えてくる感じはあるので、ちょっとじゃあもう一問できますかね。3問目も協調性、協調性、え、難しい。3問目来るんですけど、どうやら難題らしいです。じゃあ頑張っていきましょう。じゃあ、あきちゃん読み上げてください。